都知事選の焦点はなぜ原発ゼロなのかという話ですね。これね、大丈夫なんですかね。一応選挙公報をうちに届いたやつを持ってきたんですけども、多分これを開いて読んでしまったりすると、選挙違反になるのかな、ダメなんですよね。はいはいはい、ダメになってしまうわけですね。ただですね、この話そんな真面目な話じゃないです。最初にお断りしておきますけども、誰をねいいと思うとかそんな話じゃないんですけども、今回都知事選挙にですね、何人だ、 1,2,3,4,16 人候補が出てですね、でその人たちの考えがこう紙に書いてあるわけですね。それが配られるんですけども、どの辺まで話したらやばいのかな。まあまあまあ、逮捕された時は逮捕された時ですいません、ドクター中松がいいんですよドクター中松って言っちゃなんですけども、泡沫候補じゃないですか、色もんじゃないですか、言ってしまったら。で、いやいいんですよっていうのは、案外これ見たらいいこと書いてるとか、そんな話じゃ全然ないんですよ。ただ今回出てくる人のデタラメさがすごいんですよ。16人ともデタラメなんですよ。16人とも肝心なことは全然言わないし、なんかね、考えようしか言わないですよ。考えて結論を言えって思うんですけども、みんな考えよう、一緒に考えようとかですね、これから考えますばっかり言ってるんですけども、その中で見るとですね、で半分ぐらいが泡沫候補というのかな、一回きりしか選挙に出ないからもう全開なんですね。全開で俺はこうですっていうふうなことで特殊性アピールしてくるんですよ。で中に怪しげな人もいるんですよ。もう無所属であったり、変な政党を作ったり、たったお前絶対政党一人しかいねえだろみたいな党を作って出てる候補も、まあ、これぐらいの表現だったら捕まらないと思うんですけど、まあ、さっきドクター中松言った時点でもう終わりかもわかんないですねで、そんなですね、泡沫候補丸出しの人たちはとにかく目立とう目立とうというのもあるでしょうし、自分の特殊な考えが分かってほしいために、神の国日本の中で天国としての東京みたいなですね、まあへんてこなことをぐわーって言うんですよね。でネット業界の人が大好きな家入一馬さんも、やっぱりその言ってることはまともなんですけども、やっぱこう初めて出る選挙でもう二度と出ないかもしれないと思ってるので、やっぱ全開なんですよ。その中でドクター中松、今回も俺は出た、次回も俺は出るという安心感のあまりですねめちゃくちゃ安定感のある写真と安定感のあるコピーなんですよ。って思って、言ってることは相変わらずドクター中松なんですよ。言ってることは相変わらずドクター中松なんだけども、この安定感何よって思ってなんかね、言っちゃ変ですけど16人中の真ん中辺に見えてきてしまうんですよね。もちろん舛添さんとかいろんなですね、いろんな有力なところから候補を受けてる人たちも、まあもちろん写真とかですね、コピーとか見たら、まあ俺通って当然だよみたいな安心感のあるものを出してるんですけども、その中でもドクター中松がドクター中松風情がとかごときがっていうふうに言っちゃいそうになったんですけど、ドクター中松さんが、あ、ドクターだから3いらないのかドクター中松が出してるこのね、余裕感っていうかですね、本物感がすごいなと。多分この人は、まあ、今回も何でしょうね、出るし次回も出るし、その次も出るんだろうなと思いました。ドクター中松ですね、さすがの安定感です。実は外国では尊敬されてるんだろうなっていうのに関しては、そうなのかなって、僕は元都学会の会員としてですね、ちょっと微妙なところがありますけど、もうここまで行ったら明日捕まるよなやばいなあれって何ヶ月ぐらい食らうの、公職選挙法違反だったら。1年とか食らったら嫌だよな、また俺堀江門と一緒になっちゃうよギリギリ、あ、ギリギリなの、これ大丈夫なんですか、よかった、明日の朝刊、朝刊楽しみにしてます。そういう嫌なことは言わないでください帰りに捕まったら嫌だなということでですね、
ドクター中松がまともに見えてしまうという話なんですけども、ただあの原発ゼロっていうのをですね、あの戦なんだろうな公約の中心に据えてる人が時々いますよね。原子力発電所をですねもう再稼働させないとか原発ゼロを目指すっていうふうな人もいれば、原発現状維持というふうな人もいるんですけども、争点がねよく分かんないんですよね。っていうのは原発ありかなしかでいうと、なしの人たちの主張というのははっきりしたわけですね。もう今すぐ止めろとかゼロにしろと、その現実性はともかくとして選挙の公約というかですね、主張としてはよく分かるんですけども、都知事選です。都知事として原発を否定するはありなんですよ。では逆の肯定するという場合は、肯定するだけじゃないはずですよ。都知事としてだから原子力発電所からはもう東京都は電気入れないっていう主張はありですし、原発ゼロに東京都っていうのはしますは言えるんですけども、じゃあありにするんだったら東京都知事として言えることは、東京都のどこに作りましょうという提案だと思うんですよね。それが全くないんですよ。16人中原発はありですとか、これからも安全管理をやりますというふうに言ってる人がいるんですよ。東京都知事として原発の安全管理をやるということは、お膝元に持ってくるしかないじゃないですか。じゃあオリンピック会場の横に作るのかとか、あの2020年のオリンピックは全部東京都内の原発で電力賄いますとまで言わないとダメなはずなのに、そこ話曲げてどうするんだよと思って、ちょっとねそこら辺僕は嫌でしたね。原発ゼロはゼロで現実性がないんですけども、都知事選に出て原発を争点にして原発ありにするんだったら、東京都として原発を作るか作らないかっていうふうなことをちゃんと言うべきで、もし作らないって言うんだったら、東京都民の皆さんご安心ください、東京都に原発は作りません、でも日本のどっかに原発は作って、そこの電気を僕らは買いますっていうですね、めちゃくちゃ卑怯なことをちゃんと言ってくれないとですね、なんか嫌だなと思います。なんかねこういう嫌なこととか自分な不利なことでもちゃんと言おうっていうのが、この数年間の選挙戦の流れだったと思うのでですね、ここら辺はなんか言っちゃった方がお互いに有利だと思うんですけどね。そもそも原発を争点するのがおかしくないですか、そういう考え方もあるんですけど、僕はね選挙にそんなこと言っても無駄だと思います。選挙っていうのはありとあらゆることを争点にするのでもう正しいんですよ。正しい争点っていうふうに言い出すと、もうね僕ら選べないんですよ。そうじゃなくて浮気疑惑とかですね、なんかこう選挙の資金本当はどうしたんだとか、本当は息子は不正入学したんじゃねえのかとか、そういうつまんないものも含めて全人格的なもので判定するしか僕はないと思ってるんで、ありとあらゆることを争点にして、その人がどう考えてるのか、それはその人だけじゃなくてその人のブレーン含めてどのように考えてるのかっていう世界観を見せて、僕らはそれに対してその人の世界観、価値観、人格に総合的に投票するしかないって僕は思ってるんで、これが争点として正しいかどうかっていうのはあんま考えなくてもいいと思います。岡田さんにも出馬の打診あった？出馬の打診はもちろんないですね。でね、家入さんが出た時に、家入さんが出たんだったら俺そそのかされたら出るかなと思って、その瞬間家入さんの偉さが分かりました。出ないですよ普通。それはね偉いなと思って、僕メルマガで家入さんは戦略的に正しいって書いたんですけども、どんなお金あるって書いてあるんだけど、選挙の あれでしょうね、最初に納めなきゃいけないのって750万ぐらいですね。で750万は多分何とでもなりますよ。都知事選に出ると言って、多分その僕であろうと家入さんであろうと、それはもう池田勇人さんであろうと誰でも同じです、津田さんであろうと多分誰でも同じです。出ると言って、皆さん私を、手伝ってください、助けてくださいと言ったら、1000万とか2000万ぐらいのお金を集めるのは別に無理じゃないと思うから、お金が問題じゃないんですよ。何か失う気がして怖いんですよね。で何か失う気がして俺が怖いと思って、家入お前はそれが怖くなかったのか偉いって一瞬思ったんですよね。一瞬思ったけど、そうか、その何かを家入さんもともと持ってなかったんだと思ってですね、なんか自分の中でめちゃくちゃ合点がいきました。